この番組は南畑の人にスポットを当て、南畑の新鮮な情報を発信し、魅力を伝えるプログラム、南畑の風を皆様にお届けします。新年度始まりました。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、皆さんなんとか年度越せましたね。はい、あの収録日まだ越してないので。そうですね、まだどんよりして越した後祈るしか。まだ 花曇り先週の兼題です ね、 ちょっと、うん、曇ってます。曇ってます。まあこの放送が流れてる頃には皆さんもうシャキッとね、スッキリしてるかと思います。新年のスタートですね。解放。まあちょっとこう春めいた話でもしたいところですけど、今日は2週連続の2回目のはい、うん、レッツハイキングですので。そうですね、心の準備を。いいですか、今日は飛び入りゲストないんですか。今日は、まあ、もうパパズパフスタンド行ったのかな皆さん。行ったよね。行ってるよ。行きました。もう先週からオープンしてるからね。うん、木曜日定休日って言ったけど、うん、11時7時で、うん、ぜひ敬語の斜めの道のところにあります。うん、一通のね、一通の有名な道なんで、一通、ね、の美容室の近くね、うんうん、ちなみにあの私の行きつけの、うん、あのご飯屋さんの近くで、マジで。、はい、みんなゆかりあるね。本当ね、ね、ぜひ、まあ、ちょっとこれを機に都会に出ていこうじゃないか、うん、我々も。どうぞ、たまにはね、天神とか、でしょ、うん、天神とか敬語とかもめったにもう最近出なかったからさ。うん、そうですね、本当、ね、用事がないといかないですね。そうなんですよ、うん、なんかもう飲みに出ることもなくなったしさ、だから目的を持って。そうですよ、はい、ワッフル食べ行こう。ワッフル食べ行こう、行こう、うん、ドーナツ食べ行こう、うん、という、これぐらいでいいかな宣伝は、はい、うん、ということで、はい、じゃあ早速行っちゃいますか。はい、レッツハイキング。よっよってばっかり、ようばっかり言ってるけど、これはちょっと改めてコーナーの説明すると、この毎週、あ、毎月、まあ大体1月2月に1遍ですけど、うん、今日もゲストに来ていただきます。まあレギュラーですね。そうですね、ピカピカ先生に兼題をいただきまして、はい、はい、無事年度を乗り越えました。年度乗り越えました。ピカピカです。乗り越えたことにしておきましょう。はい、今年度もよろしくお願いします。よろしくお願いします。年度またいだ放送になってますけどね。あの先生にいただいた兼題をもとに、まあ、南畑でこう時間を過ごす中でふと思いついた句を、ハイキングをするように楽しく、はい、楽しんでますか皆さん。楽しんでますね。楽しく、もうこれでももう相当な数読んでますよ。そうですよ、ねえ、ね、一回ちょっとこう総ざらいしてレッツハイキング展をここでするか。やば、貼っていこうか、ね、貼っていこうか、うんうん、なかなか名作が、名作がね、迷う方の作が。迷う名作、ね、迷う名作がいっぱいありますよ。確かに、うん、ちょっとこれは企画展を考えましょう。楽しそうですね、うん、というレッツハイキングですが、はいはい、まあ、2週目の4月1日の放送で、うん、はい、今日の兼題は先生何でございますでしょうか。はい、卒業式、はい、卒業式、はい、まあ、ちょっともう4月には入ってるんですが、うん、まあ、あの3月のね、いろんなところで卒業式があって、そうですね、南畑でも小学校の卒業式がありましたし、そうですね、はい、という卒業式の句ですよ。はい。なこれも先生結構難しいという。そうですね、うん、なんか結構その行事が春は結構多い、うんうん、あの季節ではあるので、うんうん、いろんな行事の季語があるんですよね、はいはい、まあ、卒業とか入学もそうだし、うんうん、あの田う、田んぼの感じの田植えみたいな感じとか、 あ、 そうですよ、ね、あとあんまり見ないんですけど羊の毛刈りとかも春の季語だし、オーストラリアみたいなところだね。そうそうそう、まあ、季節行事、うん、そうです、なんかそういうその生活の中の感じっていうのはやっぱりいいなと思っているので、うん、卒業式とかね、私は卒業式だいぶ過ぎちゃったんですけど、もう昔のことなんですけど、多分お子さんの卒業式とか、うんうん、もう多いのかなと思うので、それぞれのどういう感情を持ったか。そう、ね、というのをぜひ俳句に表してもらえたら嬉しいなと思ってます。結構難しかったよね。ねえ、難しかったですね。言葉の収まりもちょっと、ね、あ、卒業式までが、そうだね、そう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 、あ、確かに。いやでもみんなそれを考えてたと思いますから、はい、ちょっと今ちょっと寺井さんは後に回しておきます。寺井さん今もうね、考えてめちゃめちゃしかみつらしてますね。じゃあ先週チーフィー最後だったから逆回りですか。最初いや、大丈夫、
行けまだどうしようと思って、うん、迷ってたところ。あでも1週間え結構時間あったよね。卒業式バリ難しかったですよ。いや難しいんですよこれが。じゃあチーフィー大丈夫？行っちゃう？行ってみます。じゃあ行きますよ。はい、お願いします、はい。卒業式旗とアーチで送り出し。ずるいと言われました寺井さんに。なずるいなっていう今評価が。ずるいな。ずるいです。旗とアーチね、うん、そうです、この間の写真とか動画がありましたね。そうそうそう、小学校、はいはいはい、南畑小学校の卒業式のあの送り出した顔出させてもらった、うん、すごい、なんか地域の人とか横断幕ありました、ありました、うん、あれ素敵だった。卒業おめでとうってこうやってて、うん、あと在校生の3、4年生と5年生が、うんうん、お花をついてたなと思ってます。まあいいですね。すごいなんかすごい悲しい感じよりもすごいあーって言い上がってる、うんうん、分かる分かる、賑やかなね。先生もすごい明るい感じで、卒業式ってこんな感じだっけと思ったんですけど、なんかすごいいいなと思って、うんうんうん、なんかその雰囲気をそのまんま読んだ。確かになんかしんみりした感じじゃなくて、うん、お祝いっていう感じの卒業式ですもんね。確かになんかですね、その送り出しっていうところが多分卒業式と被ってるっちゃん。確かに。そう。で、なんか、その、お祝い感をそこで出した方がいいかなと思って、なんかこう、鮮やかにとか、色鮮やかみたいな単語が入ったらどうかなと思ったって言ったけど、どうかな。お。うん。色と数字が好きなタイプなんで。色か、俺今日全然色ないな。いや私に寄せなくていいんですって。そういう、ね、ちょっと意表ついたりした方がいいもんね。そういう競技じゃないのよ。そうですよね。じゃあチーフィーどうしようか、それ鮮やかで鮮やかで行ってみる、はい、じゃあ行きますよ、はい、お願いします。卒業式旗とアーチで鮮やか。あ、うん、あ、なんかいいかも。確かに重なってるんですね、言葉がね、うん、そうそう、それ結構我々もちょっとやってしまうことだもんね、うん、よくね。なるほど、やってしまってそうな気がする。前置きがあったな。カメちゃんいける、はい、行っちゃいます。はい、じゃあお願いします。卒業式最後の合唱ミュージカル。お、なんかもう独特な感じで来たよ、うん、何卒業式あるあるで、私だけかもしれないんですけど、練習めっちゃみんなサボるのに本番のその日の合唱だけめっちゃミュージカル俳優ばりに歌い出す。気持ちがこもっちゃってるってこと。そう、気持ちこもって泣いちゃったりとか。あ、でも確かになんか歌詞が響いちゃったりとか、あ、そう、なんか絶対こいつ練習してなかっただろうなっていうのに。先週の練習は何やったの。そうそう、まあ、運動会も当日だけ頑張るとか。なるほどね。そういうのを読みました。先生結構ツボにはまってる感じが。良さそうやね。なんか亀ちゃんっぽいな。亀ちゃんらしい。ネタ俳句ですね。いやその感じはわかるんですけど、その普段あんま練習してなかったのに卒業式の日だけうるっと来ちゃったりとかわかるんですけど、それをミュージカルって表現するのさ。そう、俺も思った。でもこう、ふーってなってるわけでしょ。そうそうそう、なんかもう手も出ちゃうみたいな。もう前のめりで歌っちゃってるわけでしょ。なるほど、いいですねっていう日を思い出しました。味がありますね。味があるわ。これか亀ちゃん流や。亀ちゃん流ですね。思い切りがいいもん。思い切りがいいね。思い切りがいいわ。思い切りがいい。もうこれじゃそのままいい。思い切りがいい。素晴らしい。さすが。じゃあちょっともう一度行きますね。もう一度行ってもらいます、はい、お願いします。卒業式最後の合唱ミュージカル。いいね。いいわ。いや、よかった。皆さんそんな人になってませんか、うん、いや、でもわかるね、そのシチュエーションはよくわかる。わかるわかる、確かにみんな気持ちが入るもんね。そうね、みんなやるじゃないか、難しいと言いながらちゃんとやってる。撮影きましたよ。はい、しほりも行っちゃいますか。行きましょう。じゃあお願いします。
卒業式、涙でにじむチョークの字。私ね、ほんとめちゃくちゃ涙もろいんですよ。涙もろいんですね。ほんとに。この前、豊和さんがね、送ってくれた動画でも号泣するくらい。長く関わってないのに、もう号泣しちゃう感じなんですよね。で、だから自分の卒業式の時も小中高大って多分全部泣いて、まあ、大学はさすがに泣いてないかな。小中高って全部相当泣いてるんですよ。で、あの最後のホームルームとかもうなんかもうぐしゃぐしゃになってるくらい泣いてる。ぐしゃぐしゃになっとる。なのでその感じを、まだね、息子とかも卒業してないので、そうね、もうこれからですよね。その分は分かんないので、もう自分の実体験なんですけど、はいはいはい、あの黒板におめでとうとか、大校生が書いてくれてるのがもう涙でにじんでるっていうような、にじんでたよっていうことを書きました。なるほど、うん、確かに、なんかその泣いてるしほりんさんの映像が今小中高と駆け巡ったんですけど泣いたんだろうなと思って、なんかそのチョークの字っていうのがですね、多分ポイントなのかなと思うんですよね、うん、で、なんかその例えばその時にその、うん、どんな言葉が書いてあったみたいなのを入れてもいいのかなと思うんですよね、うん、おめでとうとかね。そうそうそう、あ、最後にそう、あ、涙でにじむおめでとう、いいじゃないやろ。あ、そういうことか。なるほどなるほど、もうもう文字と言わずにそこに何が書いてあったかを言っちゃう、はいはい、あ、なるほど、ほうほう、そこだな、そこがだね、なるほどなるほど、もう言われてみたらそうだよ、本当ですね。ね、何が書いてあったか、あ、思い出して泣かないでくださいね。分かったこれでもさ、しほりん的にはその、まあ、母目線なのか自分目線なのか、はいはい、どういう感情でこう涙が出てくるんですか、ね、なんかやっぱお別れとかすごい寂しいですし、うん、なんでしょうね、なんかなんでしょうね、いや別に自分が寂しいわけじゃない、うん、そうなんでしょうね、うん、なんか寂しいんですよね、でもなんか良かったねっていう感情にはなりますよね。そう、あの、うん、寂しいというよりはなんか、まあじゃあ3年間とか6年間とかこういろいろあったけど頑張ってきたねみたいな、なんか全然知らないことがでも大きくなったねって思う、うんうん、そうそうそう、その嬉しさが何なんだろうね、あの涙って ね、なんかまあほら例えばね、南畑小の子もほとんどみんな同じ中学校に行くわけだから、うんうんうん、そうですよね、別にね、会えなくなる、まあまあ下級生とは会えなくなるけど、でもね、なんか複雑な感情ですよね。なんかそういう節目にね、なんかなるかな。そうですね。私もすぐ泣いちゃうんですよね、人の卒業式とか。わかるわかる。全然知らない子なのに。わかるわかる。感情移入しちゃうよね。そうなんですよ。で、ミュージカルみたいになっちゃう。そうそう。感情移入しちゃってね。なんかもう、自分の周りだけステレオがなんかできた。体育館めっちゃ響くじゃないですか、はいはい、うんうん、余計ミュージカルなのホールみたいなそんな頑張ってたみんなみたいな、カメちゃんがものすごい歌ってるイメージがすごい湧いてきて、うん、逆ですね歌わないの私はその鑑賞してる、お前らミュージカルかよってお前らミュージカルかよってなっちゃうちょっと離れて見てる感じか、あ、今日みんなめっちゃ声大きいみたいな、あ、なるほど、客観的に見てるのねなるほど、じゃないと出ないです、こういうのそう、でも結構いろんな感情があるよね、それを我々が表現しきれてるかどうかじゃあしほりんさん、なんて書いてあったのかな、この字何、あ、その黒板に何て書いてあったの、どういう意味、どうしよう、おめでとうって書いてあるのはよくあるよね、あと頑張ってとかそういう、ありがとうと、うん、ありがとうと、そう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 、そう、なんかおめでとうよりありがとうなんですね、なんかね、あ、そう、あれね、多いよね、チョークアートね、何がいいかな、でももう自分が印象深かったやつを書くのが一番だと思う、やっぱでも一番ドンって書かれてたのはおめでとうだな、うん、おめでとうだったな、じゃあおめでとうでいってみようか、はい、いきます、じゃあお願いします、卒業式、涙でにじむおめでとう、整ったな今の、素晴らしい、あ、手が上がった、割り込んできたよ、流れかなと思って、流れが来た、ピンと、なんかそうしたら俺が最後になっちゃうな、まあいいや、じゃあ寺井さんいきますか、寺井さん、ちなみにだから、はい、今放送の開始時点ではまだあんまり考えきれてなかったんですが、はい、今の、まあ、15分ぐらい、さっきのしほりんでこう、うん、私もなんかそれ系というか、にじむ系で、インスパイアした、インスパイア来た、にじむ系で、はい、にじむ系にじむ系でじゃあ
にじむ系の服を寺井めぐみさんお願いいたします。53 数字入れてきたな、数字入れてきやがったな今。ごめん、はい、もう一回、はい、もう一回じゃあどうぞ。53卒業式でにじむ声。何53、あのですね、これあの小学校の時の思い出で、うん、あのよく小学校 の, あの卒業式でね、はい、あのなんだろう、みんなでこうその卒業生がこう、うんうんうん、言葉割りをして、あ、分かるよ、一言、はいはいはい、あ、うちあった、この間あった、一言一言、ね、私たちは卒業しますみたいな、いう感じのことがあってね、はいはいはい、で、私 の, あの割り振り担当が、うん、あの卒業生53名っていう、あいう係だったんですよ。そこの数字を入れてきたの、そう、てか覚えてるんだそれ、覚えてる、本当ね、覚えてる、結構大事なところだ、なんか個人的にね、あの子供心ながら思ってて、はいはい、で、その53っていうのをちゃんと言おうってこう頑張ってね、それこそ練習してきて、うん、あのね、その時を待ってたんですけど、やっぱこうちょっとうるっと来てしまって、うん、みんながこう順々に言ってる中に、うん、さあ次自分の番だってなった時に、うん、言う時に卒業生53名ってなんかこうなっちゃってなっちゃったのなっちゃって、うん、それでまたこうちょっとこう周りの涙を誘うみたいな、あ、演出みたいになっちゃって、まあ、いい方向になったんだ、なるほどなるほど、うん、っていうのを今思い出して、はい、作りました。これでもあのあれですか、数字入れてきたのは先生に合わせてきたってことちょっと寄せてしまいました、ね、もう早速かよって思ったけど、数字もうね、自分も言ったしね、これ、うん、あの、うん、思い出の数字なんですけど、うんうん、はい、やっぱそういう、うん、確かに、なんかその数字が入ると好きなのは、うん、なんかやっぱその数字が入ることでイメージしやすくなったりとか、ね、なんかその人だけにしかない体験になったりするから結構好きなので、今のエピソードはめっちゃいいなと思ったんですけど、いいですね、なんかその卒業式っていうワードからちょっとずれちゃうんですけど、うん、そのさっきの実際言ったその卒業生53名っていうのがめっちゃいいなと思って、うんうん、なんかでも、うん、あ、この時代は53人ぐらいなんだみたいな、あ、そうですね、炭鉱の町だったんですけど ね、うん、まあ、あの廃校になっちゃったんですよ、あ、そうか、あ、はい、そうね、いや、なんかもう思い切ってそのそうそう、うん、卒業生53名にじむ声、声あの本当に言ってるもうそこすごいね、それ、うん、あーもう卒業式、あ、そうか、卒業って入ってるからね、そうそう、ちょっと式からずれちゃうんですけど、はいはいはい、うん、卒業くくりで、あ、その鍵括弧卒業生53名っていうのそれに五七を入れてしまって、うん、頭に入れたい、面白い、型破りな感じになった、うん、そう、もうその当時言った感じで言ったらいいんじゃないですか、うん、じゃあちょっと12歳に戻って12歳に戻って結構戻るな結構戻るねちょっと戻ってみる、うん、はい、じゃあ寺井めぐみさん12歳に戻ってもう一度読んでいただきます、お願いします。卒業生53名にじむ声戻った戻ったに12歳、結構これはあの久しぶりに出たなんか型破りな感じのね、うん、感情こもっていいですね、ミュージカル、ミュージカル、今ミュージカルが出ました、ミュージカル風俳句、卒業式っぽかったよね、いや、いいですね、いいですね、いいですね、よかったよかった、よかった、終わった終わった、もう自分のいいタイミングで入ってきてね、もう持っていっちゃったな、さすがだな、じゃあ、いきますか、準備よろしいですか、はい、じゃあ、お願いします。幼き日々卒業式思い出す、うん、まとめてきましたね、うん、ちょっとこれしか浮かばなくて、なんか自分の卒業式よりも子供が成人して、うん、もう卒業式にも出ることはなくなったんで、なくなっちゃったんだけど、そうか、もうね、もうないんですよね、うんうんうん、ただいつも卒業式のたんびにやっぱ子供の小さい頃が浮かぶんですね、思い出しちゃう、そう、うん、でそれで、うん、なんか あの頃これあったよね、これあったよねって、だから小学校中学校高校大学と卒業式出たんだけど、そのたんびにやっぱ小さい頃の子供が思い浮かんで、うーん、うん、なんかありきたりやけど、なんかそれしか浮かばなくって、うんうんうん、でももう
出ることないんだね、ないんですよ、ね、はい、だからそれはちょっと寂しいけど、そうそう、なんかでも思い出としてのこと、そう、確かに、なんかそっか、私はもう卒業式出ることないのでなんかそので、うん、ね、見るたびにその自分の時のことを思い出すっていうのは分かるし、やっぱそのお母さん目線で言うとね、なんか昔はあったなっていう感じになるんだろうなと思って、うん、でなんかその幼き日々っていうのが多分最初に来てるので、うん、なんか自分の幼い時みたいな感じの印象があるなと思ってですね、なんかそのお子さんの成長みたいなのを感じたみたいなのがあった方がいいかなと思うんですよね、どうしようかな、なんかそのもう今は大きい子供のちっちゃい頃のことを思い出すっていうのを入れたくて、なんか例えばその卒業式を最初に持ってきて、うん、卒業式、成人の子、成人の子を思い出す、なんかちょっと違うな、何がいいかいな、そう全然浮かばなくて、どうしたらいいのかな、 それを言いたいんだけど言葉が出てこなくって、確かに、そうだからなんだろう、なんだろうと思って、ちょっと、そうね、一緒に卒業式、そうね、この幼少とかも思ったんだけど、かぶ、うんうん、るのかなと、幼少と子って、この幼少、あーなるほど、でももうね、その子って言ってもちっちゃい子ばっかりじゃなくて、自分のね、大きくなったお子さんの子っていう意味の子、なんかそっちの方がいいかなと思うけどな、あ、いいですか、あ、この幼少でいます、なんか難しい言葉ね、わざわざさん、なんかそういう難しいおしゃれ熟語とか言われて、たまにね、たまにね賢いおしゃれ熟語言えますよね、指摘担当、じゃあお願いします、はい、この幼少卒業式思い出す、浮かんだ、浮かんだ、この幼少、みんな今日頑張ってるね、頑張った、監督なのよ監督、監督お願いします、みんなと言いつつ、僕はですね、改めて見てるんですが、前置きが、2つあります、2つあるけど、多分そんなに質は高くないです、量で勝負勝負でもないな、どっちか行こうかな、じゃあ一つ目いきますね、将来、襟もどかしい卒業式、分かった、それはどちらですか、お子さんですか、いやそうね、息子、今年僕息子がね、6年生で卒業式だったんですけど、まあもうあのね、普段野球とかやってる坊主頭の連中がさ、みんなスーツとか着るわけですよ、ジャケット着たりネクタイ締めるの、でなんかみんなでもね、ずっとここ慣れないからずっとこう触ってるみたいなのがすごい可愛くて、っていうのを言いたかったんだけど、なんかちょっとこう言葉はいろいろまだ探しきれてないなぁと思うんですね、もう一個あるまあこれでもまあちょっとここね、しおりんとか言ったのに少しやっぱ近いと近いんですけど、いきますね、怖い笑顔、母は泣き顔、卒業式、わかる、まあまあ、そういうやつ、そういうやつ、まあ、さっきね、シホリになんで泣くんかなって、お母さんがなんで泣くんかなって聞いたのは、意外と子供ってそんなに、まあ女の子で泣いてる子はいるけど、なんかみんなこうニコニコしてる子もいっぱいいて、なんかこうすっきりしてるみたいな、だから悲しいのではないんだろうなと思って、ね、親の方が逆にそのね、成長してきた6年間とかをずっと見てる、そうですね、この子はもう忘れちゃってるからさ、うんうん、だからなんか親の方が多分泣くんだろうなみたいなのを、表現しようと思ったんですけど、ちょっと単純だよね、表現がっていうのが自分の評価です、ちょっと単純だよね、あんまりなんかあのいつもみたいにあのなんですかね、キャッチコピーみたいになってないと思うんですけど、ちょっと単純すぎるなと思って、はい、以上です、先生、はい、どっちから行きたいですか、どっちでもいいですよ、もうそうですね、一長羅の方はなんかそう、一長羅の方が私好きだなと思ってて、で、その
襟もどかしい、さっきちょっと質問があったように、うん、その自分のことか子供のことかっていうのがなんか結構情景で違うなと思ってて、なんかその子供みたいなの入れた方がいいかなと思うんですよね。なんでもどかしい、例えば一長羅、慣れない襟の子卒業式とか。なるほど。うわあ、もうずっと考えてたんだけど、そのこんな言葉出てこなかったな。あ、でもそしたらこう本当子供か、襟の子か。なるほどね。それか襟の子っていう表現がしっくりこないなら、一長羅、襟似合わない子卒業式。ちょっとひどいね。そうね。まああの確かにまだ似合うか似合わないかっていうとね、ダブダブだったりするんだけどね。なんかその辺子供みたいなのが入った方がいいかなと思いました。最初のは何なんですか、うん、襟の子？慣れない襟の子。うちの方がなんか僕にはまだ。うんうん。怖い顔、母は泣き顔とかも、標語みたいなもんですよ。いや、まだ言ってないですよ。ねえ、よくね、看板に。PTA の人が考えた標語みたいな感じでしょ。いや、でもなんか、その、さっきも言ったけど、そのお母さんなんで泣きたくなるんだろうの話はね、うん、なんか、結構面白かったなと思ってて。そうなんですよね。なんか、先週その、国語の教科書に載ってる俳句の話があったんですけど、あの短歌の方もですね、国語の教科書に載ってた短歌ですごい思い出深いのがあって、うん、その卒業式とはちょっと離れるんですけど、観覧車回れよ回れ思い出は、君には一日我には一生っていうのがあってですね、うん、で、でまあなんか、あ、我には人よっていう読み方がありますね。我には、君には人日、我には人よですね。で、なんか、まあ、栗木京子さんっていう有名な短歌の方なんですけど、なんかその、これの解釈として、まあ、その恋人同士みたいな解釈ももちろんあると思うんですよ。君には人日、我には人よみたいな、片思いしてますみたいな。なんかこう、その時、国語の先生が言ってくださった解釈で好きだったのが、そのお母さんと子供、最初に観覧車に乗ってて、子供にとってはもう一日のことかもしれないけど、私にとっては本当に一生のその小さかった頃の思い出みたいな、お母さんにとってはみたいな、その解釈が、見方が違うんだね。そうそう、あって、ね、なんかそれがすごいいいなと思ってて、なんかそういう女に卒業式っていうテーマで見ても、その子供の頃の思い出を読むのと、自分がお母さんとかになって、その子供の成長っていう観点で見るのとで、やっぱそれぞれ違う感情があるんだなと思って、まあ、面白い季語だったなと今思ったとこでした、うん、なんかやっぱ違う、すごいね、そういう人の、有名な人の俳句ってね。本当ですね、なんかいいね、うん、もうちょっと勉強しなきゃいかんねって毎週思う、毎回思うんですけど、あんまりしないんだよね、これは。でなんか有名な俳句とか短歌とかですね、やっぱ味わい深いですよね。味わい深いですね、うん、今のね、でもパッて聞いただけでもすごいなと思うよ、うんうん、なんか他の授業の短歌とか一個も覚えてないそんなに覚えてないそうよね、はい、まあ、僕らも聞いてるんだろうけどね、やっぱ授業の中で聞いてるんだろうけど覚えてない、覚えてないね、うん、なんかその所々でやっぱ印象に残ってるのはありますね。そうそう、ありがとうございます、うん、じゃあピカピカ先生ラスト俳句、直したやつ読まなくていい、あ、じゃあ襟のやつ今行きましょうか、うん、ありがとうよかった、ありがとう一長羅、慣れない襟の子卒業式、うん、よかったよかったよかったよ、頑張ったよ、みんな今日も頑張ったね、頑張った頑張った、先生いかがでしょうか。いつも最後大変ですよね。そうなんですよね散々偉そうなこと言ってみたいなねえ、ほんと大変ですよね、よく今度から最初に読ませてもらおうかなじゃあちょっといきますね、はい、はい、卒業式挟んで並ぶ親子写真、挟む、あの卒業式の札を、縦札、査定看板ね、あれ大体あの子花とか貼っちゃって、そうそうそう、写真スポットですね、そう、でなんか私中学の卒業式とかも反抗期真っ只中だったので
絶対に父親と並びたくなくてですね、あの隣に、あの写真撮るからって言われた時にこう固くなにその札の横から動かず、うん、父親がこうすごすご札の横札の反対側に立って札を挟んで撮ったという、ちょっと距離を持つっていう意味でね。そうそう、あなるほど本当はこうお父さんとしてはくっつきたいのに、もうなんか妙に距離があるな。お父さんとして俺は心が痛むわ。そういう時期が来ますよ、いずれ。いや、うちそんな感じですよ、もう。なるほど。そのでもその数十センチの空間が当時の思い出として、なんかそういう時期だったんだなと思ってですね。数字要素です、数字要素。数字ですね。数十センチぐらいの数字要素が。数字大事ですね。ね、なるほど。さすがでございますわ。難しかったですね、卒業式。いや、とんでもないです、うん、いや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 、ありがとうございます。皆様の心に残る卒業式の風景はどんなものでしょうか。そういう番組でしょうか。ぜひ皆様も卒業式を思い出して一句読んでいただければと、うん、マイク持たないと入らないよ、これ。ちょっと近づけてよ。変わってゆく私よということで、先々週ぐらいからね、あの、はい、卒業式の話題を引っ張ってきましたけど、はい、なんかいいですね。我々もう大人になっちゃいましたけど、これから鬼なう子供たちのね、門出をお祝いしながら、本日の挨拶と挨拶で卒業生の皆様、本当におめでとうございます。中学校に行っても頑張ってください。頑張ってください。どうも今日はおめでとうございました。ありがとうございました。なんだこの終わり方は。ということで2週にわたって、はいはい、じゃ総評を最後先生、うん、はい、お願いします。はい、まあ、春はですね、多分生活がガラッと変わる方もいらっしゃるし、うん、そういう入学卒業とか節目の時期でもあるので、うん、多分普段よりこういろんなことを考える時期なんじゃないかなと思うので、うん、そういう自分の感情とかをその季節の事柄、特に季語とか、うん、まあ、花曇りもそうですけど、はい、そういうのと結びつけて一句読むっていうのがいいんじゃないかなと思うので、うん、ぜひ皆さん俳句に親しんで一句読んでみてください。はい、ありがとうございました。もう先生いつもありがとうございます。あの、まあ、4月になりましたので、はい、今年度も引き続き、うん、はい、こういう感じでいいですか。大丈夫ですか。いいですか。、はい、じゃあ頑張っていきましょう。もう春になりましたんで、はいはい、今後ともよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。見張った物語デッドタイキングの回でございました。ありがとうございました。また来週。来週。